第35回日本一の芋煮会フェスティバルが17日、山形市の真見ヶ崎川河川敷で開かれました。配食開始の約1時間半前、午前8時頃には長蛇の列ができていました。7時ね、20分ぐらいだね。だもうすでに皆さんいます。僕20番目ですよ。テレビは何回も見てましたけども、もう来たくて来たくて、もう今日は絶対ね仕事なんかやってやんないです。うちで食べるため、この会場だけでなんかもったいないなと思って、家でも食べたいなと、去年同様美味しいのが食べたいっていう。最高です。やっと秋が来たな、まだ暑いけどっていう感じです。この暑い中ですけど何杯ぐらいいけますか？はい、10はいけます。今日すごく暑いんですけど、どうかなと思いながらペロッといけますね。美味しいです。汁の、濃いところとか、お芋のホロホロ感とかすごい美味しいです。もしかない、いけ、頑張っていけ、頑張っていけ。すいません、鍋通ります。鍋通ります。最初はあんまり忙しくないのかなと思ったんですけど、今すごく忙しくて楽しいです。